一体何をおっしゃっているんですか。見てください、こちらの赤、バラの花びら担当の聖地じゃないですか。そしてその花びらを支えるタカじゃないですか。2人でバラなのね。スーパーマッチでございますよ。もうバラのために生まれてきたんじゃないかなというような2人組ですよ。本当にね、邪魔なんて、はい、今日はしっかりとね、魅力をお届けしていきたいなと思っておりますので、はい、さあ行きましょう。週末に新たな発見と感動を花木学校、レッツゴー。そうか、先ほどからね、もうバラのいい香りがすごい漂っていて、まるで高級なこう香水を身にまとったような気分になっております。さあ、それでは旅のしおりです。1800本のバラにうっとり、どれにしようかな。1800本もある。集え青春、集団演技で復興への元気を、いくぞいくぞ。さあ、あさっての記念イベント、そしてこのバラ園の魅力をですね、はい、僕たちに教えてくださる方が、うん、この近くにいるということなんですけ ど、 ちょっとあたりが見えないので、うん、探しに行きたいと思います。探しに行かないと随分遠くなと。じゃあ探しにレッツゴ ー、 どこにおるやろ。あ、ちょっと待って、見つけられるかな。ちゃんと確認したの。かくれんぼみたいな人もいっぱいいますね。すみません、あれ、本日はよろしくお願いします。絶対違うでしょ。違う、絶対違う。ありがとう。絶対喋らへんから。え、違う違う、もうちょっと、もうちょっとダンディな方でした。え、探しに行きましょう。こっち、あ、皆さん、ね、しっかりと見つけました。ご紹介しましょう。バラをこよなく愛する中村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません、はい、さっきのバラとウリ2つですね。わからなかったですね、本当にね、ありがとうございます、はい、今年バラ園こちら、はい、開園されまして40周年と、うん、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、こちらのバラ園は、昭和49年に議決されました、はいはい、緑の都市宣言の10周年を記念して昭和59年に作られました、はい、167品種約1800本のバラが植えられております。すごいですね、そんなに。で、開花時期にはあのバラの良い香りが園内に広がってとても癒されるバラ園です。これから6月中旬頃まで見頃になります。なるほど。こちら毎日どんなバラが咲いたのかっていうの、これ SNS で見ることができるんですよね。はい、こちらのバラ園の、公式インスタグラムのアカウントありますので、はいはい、こちらにあの開花情報をアップしておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。嬉しいね、チェックしちゃうよね、これは。毎日がまた一つの楽しみになってるんですよね、はい。以前あの隣に市営総合プールというのがありまして、はいはい、そちらの方にあのよくバラ園の問い合わせがありましたので、はい、なるほどなるほど。それであの私どもで、アカウントを作って、うん、開花情報を掲載しております。それは嬉しいお知らせですね。こちらあさって19日に記念、はいはい、記念イベントが開催されるということですが、こちらどんなイベントなんでしょうか。はい、こちらのイベントは、はい、スポーツと緑でハッピーフェスタというイベントになります。うん、バラ園とスポーツも楽しめる楽しいイベントとなっております。おお、なるほど。はいはいはい、ちょっと待ってください。どうした、こちらのローズソムリエの方。ちょっと平山さん、はいはい、あの経済アナリストの森永卓郎さんに少し似てませんか。ご本人じゃない。ちょっと別の名前でやってらっしゃる方でしょきっと。ちょっと似てるかもしれないですが、ご本人さんではないみたいですね。あ、そうかそうか、気になりますよね。そっくりそっくり。でも、ローズソムリエなんてあるのね。はい、こちらはあのバラの世界ではとても有名な、うん、あのローズソムリエと呼ばれている幼い健さんという方です。スペシャリスト。違うか、はい、はいはい、イベントの午前中のメインイベントとして、幼い健さんのローズトークショーを行います。ローズソムリエというのはやはりこうワインのソムリエみたいな形で、うん、そうですね、バラの鑑定士などもされてますので。なるほど、はい、これさらに知れちゃうという、すごい方だ、はい、バラの楽しみ方とか、うん、あと今年のバラの咲き方の傾向とか、はいはい、バラが大好きになれるようなお話をしていただきます。詳しい細部の細部まで教えていただけると。わあ、嬉しいですね、すごい、それはね。はい、午後からは、うん、昨年こちらのバラ園の公式ローズガールに就任していただきました、はい、北陸アイドル部さんのステージライブとトークショーも行います。じゃあもう歌とダンスとそれぞれバラも掛け合わせちゃって。そうですね、はい、公式ローズガールがいるということは、うんうん、公式ローズボーイもありなんじゃないんですか。ありなんじゃない。
人ねバラ2人でこのために生まれてきたみたいにさっき言いましたもんね、うん、ご検討よろしくお願いします。中村さんにお挨拶しておいた方がいいですよ。こちらの、 トークショーの中で、はい、40周年を記念しました、はいはい、新しい品種の発表も行います。新しい品種も、はい、これ今発表していただけるんですか。さすがにこれはイベントに来てください。当日のお楽しみということで、はい、シークレットということで、はい、その他にもポールウォーキング教室とか、はい、GPS アート体験とか、あとバラの品種当てチャレンジなんかも、盛りだくさんのイベントで楽しんでいただけます。なるほど、だから1日もずっと楽しめるイベントとなってるんですね、はい、いやもうぜひこれはもう楽しみ行くしかないですね。さあそしてあさってのイベントも楽しみなんですが、うん、まずはやはりバラ園のバラをね、うん、そうですもう中村さんにご紹介していただこうかと思ってるんですけど、中村さんお願いしてもよろしいですか。はい、では行ってみましょう。それでは中村さんも含めてあの合図いきますよ。中村さんおすすめのバラへレッツゴー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 、いきましょう。中村さんお願いします。どんなバラなんですかね。本当にたくさん種類ありますからね。どこを見てもバラ尽くしとなっておりますけれども、ね、この中をねなんかおすすめするのもちょっとどれを選んだらいいかわからなくなっちゃいそうですよね。綺麗なのだらけで、あら、こちらのバラも、はい、一つのおすすめで、はいはい、シャルル・ドゥ・ゴールというシャルル・ドゥ・ゴールです、はい、こちらは香りがすごく良いバラです。ちょっとリーダー嗅いでみて、うん、嗅いでみますね。葉っぱの香りすなすごい花びら、花びらいけどう、葉緑体の匂いですか。すごい、よくお風呂で嗅いたことある、あの癒しの匂い、これが元ってことですよね。いや、まあ、これをモチーフにしてるんかもわからんけど、はいはいはい、ちょっともう次まだあるみたいな、まだまだあるみたいな、そりゃこんだけあったらもう多分紹介できひんのんちゃうかってぐらいな、ね、皆さんにね、現地に足を運んでいただいて到着しました、はい、来ました。はい、私がおすすめするバラはこちらのピースという品種になります。ピース、もう名前から素敵ですね、うん、はい、こちらのバラは、1945年第二次世界大戦終戦後に世界平和をの、願いを込めて名付けられた品種になっております。あ、もうじゃあまさしくピースですね、はい、もうピースですよ、はい、で世界バラ会連合というのがありまして、はいはい、そちらで殿堂入りのバラというのが選出されてまして、うん、第1号として選出されたバラがこのピースになります。初代の1号なんですね、その名にふさわしい、はい、優しい印象ですよね。で、こちらの、バラ園なんですけども、はい、その殿堂入りのバラというのは18品種あるんですけども、はい、そのうちの8品種がこちらのバラ園で見ることができますので、たくさん見れる、半分以上、半分ぐらいあるんです ね、 ね、 そうですね、ほんなら、はい、へえ、いろんなバラを見ていただけたらと思います、はい、もうこれでもう、ね、これでもう皆さん来るしかなくなっちゃったんですね。そうですよ、たくさん見に来てみてください。それでは皆さんもお気に入りのバラを見つけてみてはいかがでしょうか。いやー、あれだけ色とりどりのバラに囲まれたらね、癒されること間違いなしでしょうね。しかもそれぞれにストーリーもありそうです、ね、名前も面白いんですよ、うん、あれ、さて、ということでこちらのイベントの中で少し気になるのがあるんですけど、こちらの若い力チャレンジと書いてありますが、若い力といえば金沢市民なら誰もが知ってる集団演技ですけど、はいはいはい、中村さん、こちらのバラ園とこちらの若い力なんか関わりがあるんですかね。そうですよね、はい、この若い力の演技なんですけれども、戦後間もない昭和22年に開催されました、はい、第2回国民体育大会で、作られました、はい、でその国民体育大会開かれたのがこのバラ園と同じ金沢南総合運動公園にある金沢市営陸上競技場というところです。あ、はい、そうなんですね。そちらの道路挟んだ向かいにその陸上競技場があります。うん、はい、若い力の演技は戦後復興の中で、これからの日本を背負っていく子どもたちが夢と希望を持って明るい未来を目指してほしいという願いが込められて作られた演技でして、今回この若い力の演技に込められた、思いで能登の震災からの復興の願いをこのイベントを通して、お届けしたいなと思いまして、今回この若い力の体験会を、はい、イベントとしてやります。なるほどなるほど。
はい、まだ定員に余裕がありますので当日ご参加できますので、うん、いいんですね。ぜひよろしかったらお越しください。ぜひ皆さんこれは来るしかありませんね。そうですね、まあ、運動会などもみんなで踊ると自然に心が一つになりましたし、うん、戦後からの復興の希望にとなった若い力が今度は震災から復興の力になるって、ね、金沢市民にとって嬉しいですよね、うん、ということで、ね、ということでね、そう、どうしたどうしたどうした、いいですか、どうしたの、何してるの、何だろうってずっと思ってたんですよね。はい、え、みんなもしかしてお揃いの何だぞ、しかもなんか若い、これもしかして踊るってこと、かわいい、今日も出身の僕も覚えてきました、一足早くやっちゃう、おお、高さんも皆さん踊れるんですね、お、お、来た来た来た、え、もしかして2人とも、あ、高さ覚えたんだ、若い力と感激に燃えるのはこの胸を張れ、さあ皆さんも若い力で復興への元気を発信してもらってもいかがでしょうか。ちょっと最後乱れてきたよ喋りながらだとちょっと難しいです。中村さんも金沢の出身だったりされるんですかね。本日のご案内はコネリで終了、花金観光またのご利用をお待ちしております。若い力の決めポーズで、中村さんありがとうございます。